8年後のトーマっっぽいなって剣道服大丈夫とか <laughs> ご自身は私服では足は出さないでしゅこれでいいと思います最高ですいやいいですねどうでしょうかどうでしょう僕意外とラフっすよねそうですね、うん、なんか本編では結構きっちりとしたなんかスーツっぽい 衣装が多かったんですけど、まあ、8年後っていうことでやっぱ少しは大人っぽくしなきゃなっていろいろ試行錯誤した結果こういうちょっとぶかっとした感じでやっぱりもう8年も経ってたら、まあ、あんなきれいめな格好はあんまりするしないんじゃないかなっていう,もう勝手なあれですけどいろいろ監督とかも話し合ってそう、うん、これがなんか8年後のトーマっぽいなって。うんね、でもとてもお似合いでですすよね,、うん、ねえ素敵です ちょっと今人も、ひとま、ひありましたけど、大丈夫、拍手 <laughs> にちょっとひとありましたよ。<laughs> 大丈夫、大丈夫、言わないで。<laughs> そんな、あきさんはいかがですか。そうですね、<laughs> 僕はあの本編では結構、あの。なんか、ちょっと皆様から裏で、なんか剣と服、大丈夫とか。なんか、いろいろ言われてたの、僕はちょっと、あんまり、よろしく思ってなかったんですけれども、まあ、あのね、こういうふうに、ちょっと聡明な感じと言いますか。まあ、あの、より翻訳からしく、あの、なったとは思います。はい、衣装合わせの段階で、はい、あの、監督から。 足出しっていうのを言われてたので足を出すことなく長めのスカートとかパンツスタイルとかでちょっと30代に見えるようにっていう感じではいあ、ご自身は私服では足は私服私服では出される方ですがそれとも出さないでしゅこれさっき楽屋で使うって話してた言葉 びっくりしちゃった出せないですね。ソ総動ブロゴスのオサなので今、はい、忙しいんですよ。<laughs> だからそんなファッションとかじゃなくて僕は剣士としてずっとこのユニフォームで世界を均衡守っているのでこれでいいと思います。最高です。はい。さすがだよ。ありがとうございます。いいことはどうでしょう。最高です。